なんてすごいの。やったー。今日のチャレンジは兄弟のライバル対決です。よし、まず2人で協力してトラックを作ります。そのトラックで互いの車をぶつけて戦います。チャンピオンになれるのはどちらか1人。これがクラッシュコースチャレンジ。ゴー。わお、今の見た。ホットウィールラボへようこそ。クロエよ。僕はジャバリ。さて、今日のトラックビルダーは。僕はグレイソン。ジースだよ。ではルールです。攻撃する側はオレンジ色のトラックを、守る側は黒いトラックを走る。攻撃する側の車が黄色のバケツに入ったら1点。守る側はクラッシュゾーンで車をぶつけてそれを阻止する。ジェイスとグレイソンは攻撃と守りを交互に行います。ラウンドが終わって多くゴールした方が勝ちです。いくよ。位置について、よーい、ビルド。さあ始めよう。最初はジェイスが攻撃してグレイソンが守る。3、2、1、ゴー。なんとジェイスが開始早々ゴール。もう一度見てみましょう。グレイソンは手を離すのが少し遅かったね。でもまだチャンスはある。3、2、1、ゴー。お見事。今度はグレイソンがクラッシュさせて阻止した。うまい。ピクセルセイカーが先にクラッシュゾーンに入り鮮やかにブロック。ジェイスは得点ならず。3、2、1、ゴー。ゴー。オーディシャスはぶつけられても走り続けた。グレイソンのは先に飛び越えちゃった。ジェイスが2度目のゴール。グレイソンはどう攻めるかしら。さあ交代だよ。3、2、1、ゴー。やった。ツインミルが見事命中。2台とも吹っ飛んじゃってる。この場面は何度見ても飽きないよ。リーサルディーゼルはタッチの差でぶつけられなかったね。3、2、1、ゴー。ちょっと今の見た。ジェイスがロッキンサンタスレッドでゴールを阻んだ。第1ラウンド終了。2対1でジェイスがリード。第2ラウンド、グレイソンの挽回なるか。第2ラウンドはトラックを大きくします。難しさが増すね。うわ、このトラック見てよ。2人はクラッシュゾーンとディフェンスレーンを増やしたんです。これで派手なアクションが見られそうだ。レース開始。3、2、1、ゴー。うわ、いい勝負。ジェイスは最初のクラッシュゾーンを抜けてカーブを回る。グレイソンがクラッシュゾーンへ突っ込んでくる。クラッシュ成功。グレイソンにとってこれは大きい。3、2、1、ゴー。クラッシュゾーンに向かう。あちこちで車が飛んでるよ。やった。見事バケツに入ってもう1点。これはすごい。ジェイスが次の一本を決めるとリードが広がります。止めた。あー、惜しい。グレイソンがブロック。もう一度見なきゃ。ゴール直前、ヘッドガスケットを阻むクリアスピーダー。第2ラウンド、グレイソンはジェイソンを1点に抑え両者交代です。3、2、1、ゴー。グレイソンの車はクリップロッドかな。いけいけ。決まった。最初のクラッシュゾーンを突破。リーサルディーゼルをかわした。そして空中でジェイスの車とぶつかる。もう一度見てみよう。3、2、1、ゴー。カーブを回って。あー、止められた。もう一度見よう。派手なクラッシュだったわね。グレイソンにはもう一回同点にするチャンスがあります。ゴール。グレイソンが追いついた。もう一度見てみましょう。クリアスピーダーをあっさりとかわした。いよいよ第3ラウンド、決着の時です。2人はコースをさらにレベルアップ、大掛かりなものにします。クラッシュゾーンも交差するトラックも増えました。さあグレイソン、ジェイス、始めるわよ。3、2、1、ゴー。
ヒューゴがクラッシュゾーンを駆け抜ける。赤いバリケードが飛び散っちゃった。ふう、すごいね。エレクトロシルエットがジェイソンを止めた。グレイソンが大事なところでブロック成功。さあこれでジェイソンは最後の1台になりました。3、2、1、GO。 レトロアクティブが走り出す。2つ目のクラッシュゾーンに入った。グレイソン、これは完璧なタイミングだ。最後のクラッシュゾーンで止めるなんて信じられない。さあグレイソンが攻撃する番だ。勝つには2本ゴールしないと厳しいところね。3、2、1、GO。 ドーナツドリフタースタート。全力で止めにかかるジェイス。入った。ドーナツドリフターがゴールを決めた。それではリプレイを。追いついたグレイソン、勝利のチャンス。あと1点取るとグレイソンの勝ちだ。T レックストロイヤー、最初のクラッシュゾーンを通過。赤いバリケードを突破していく。イエーイ、決まった。優勝したのはグレイソン。信じられない。今までで一番派手なフィニッシュだったよ。MVC 最優秀車両賞は T レックストロイヤー。今日一番の走りでした。そしてこのチャレンジのチャンピオンはグレイソンです。やったねグレイソン、楽しかった。すごいトラックだったね。すごいレースだったわ。今日参加してくれたジェイスとグレイソン、どうもありがとう。では今日のホットウィールラボはここまで。君ならどんなコースを作る？可能性は無限大だよ。Demo Derby takes a big lead over. It's moving so fast I can barely keep.